かけにして副業を本業にしていいけども、うん、で会社員の会社勤めしとってもいいと、うん、会社勤めをしとってもいいけども収入は副業の方が上やというぐらいになっていかないといけない。ジョイフルライフでしたね。エンジョイやる気あるのか。やる気あるのか、ほんまに書くな、それを。お忘れないように。エンジョイライフ、いや、オッケーオッケー、書くな、それを。ジョイフルライフ、ジョイフルってどういう意味や、ジョイフルってどういう意味や。楽しい、ジョイフルって楽しいって。で、エンジョイは、エンジョイ、ちょっと遊び心入ってるね。遊び心入ってるのがエンジョイ、うん、で、ジョイフルはまあ、楽しい。ほんまか、調べるぞ。もう調べていいですよ。見てみたら合うか、おめえ、このおっさん、お前年金もらいやがって、ほんま腹立つ。年金泥棒、国立大学、年金泥棒、国立のクソもあるか。それ静かに言うけど、これ消えますからね。俺、国立大学で言うとこ、お前一番綺麗やこれ絶対綺麗やこれ切ってください、これ、ね、ここ国立大学で言うとこ、お前一番大嫌い嫌いな人種、うんはいはい、エンジョイライフ、はい、エンジョイライフ、はいね、はい、まあ、今日はちょっと、まあ、今まで2600来てるということもあってですね、少し、まあ今までのことをですね、少し考えてみました。まあ、反省というかね、振り返ってみました。うん、まあ、今までは、まあ、事業する上で一つは、まあ、ブランド化が必要だと、うん、でさらに、まあ、海外のマーケットも含めて考える、うん、で海外の次のおっさんなんかおもろいおっさんがおったと、うん、とか今までやったことな、あと、まあ、社会保険というかね、厚生年金、そういったものの、まあ、問題点とか、まあ、あと女性の力を、まあ、活用するとかね、あと、まあ、今のコロナ禍の時代と全然まとまってない。今までやったことですやんか。まとまってませんよ、そんなので。はいはい、あと、まあ、ね、後継者の問題もね、うん、含めてやってきたんですけども、うん、後継者やったか。後継者やってないよ。いや、まあ、ちょっとやりました。あ、そう、ええ、大きな問題やな。めちゃめちゃ大きい問題。後継者にはですね、その、まあ、今やってる事業家とですね、サラリーマンの違いをね、しっかり、うん、分かってもらうと、うん、いうことかなと。分かってもらえへんわ、やってみんと分からんて。やってみても分かってもいいですやん、それ。今日なんか4つ噛んでくんな。いや、噛んでくん、噛みつくな、今日偉い。なんや、その暴力的な噛みつき方。なんか嫌なことでもあった。いやいや、めっちゃ嬉しいことばっかり。ちょっと金に困ってんの。え、金に困ってんの。いやいやいや、あ、そう。の言うの。はい、ほんで、はい、で今日はちょっとね、まあ、時代的にですね、昔はちょっと、まあ、問題になったかもわからんけどね、うん、まあ、まあ、サラリーマンも含めてですね、こう副業というかね、うん、をちょっとテーマに、うん、やってみようかなと、うん、いうふうに思ってます。うん、テーマ何て、副業。副業ね。それは会社員の副業。もう業者の自営業者の副業って副業じゃないもんな。自営業者がいろいろやってたら全部本業やもんな。そう会社員やったらなんで副業って言うの、それ。ほんだら、いや、だから会社員の副業の話をしましょうって言うんです。いやいや、じゃあ今からするけど、例えば会社員じゃない人よ、僕みたいに、うん、はいはいはい、あなたも事業主でしょ、はいはいはい、個人事業主、はい、法人でもいいわ、うん、事業をやってる人は副業って言えへんか。そうですね。例えばね、はい、焼肉屋やって、うん、不動産屋もやる、うんうん、ね、車屋もやる、うん、こんな人いっぱいおるわけでしょ、はい、でもこれ副業じゃないやんか、はいはい、それ全部本業になるやん。そうですね。で、会社員の場合だけなんで副業って言うの、それ。それはまずね、会社員の雇われ人ですよね、うん、雇われ人か、はい、ね、
で一応まあ本業が雇われ人というかサラリーマンと大体一つの会社に例えば某 P 社ね、うん、早よしよしなんかえらかんでくんな今日いえいえかんでくんなえらいこうやって見開いてかんでない、はい、ちょっと、はい、あまあ嬉しいこといろいろあったんで、まあ、本題行こう、はい、はいはいはいそうサラリーマンは一つの会社に、うん、まあ終身雇用で一生まあ勤めるというのは今までの、うん、まあ某、まあ、パナソニックとかね、うんうん、そういうのはそういうのが普通だったんですよ、うん、ただまあ今の時代ですねもうはあの定年じゃなく早く辞める分もおるしですね、うんまあひょっとしたらですねまあ副業もねやってる人間 を活用する経営者もねある意味副業を認めていくというようなこともね、うん、サラリーマンに対してはそれは副業というんですけども、うん、経営者にとってもそれを認めていってコストを下げるということも考えられるんじゃないかなと思いました。だから俺に、ね、答えろって言ってるのか今その目は。いやいやだからなんで副業か言うからそういった話じゃあいやいやだから言ってるよ質問に答えてくれ。はいどうぞ。事業個人自己人でも法人でも会社経営者がね、はい、もう一回言うで、はい、焼肉屋さんが不動産屋やりの車屋さんもやりますよと、うんうんうん、これ副業とは言わんやん。言わないですね。全部それぞれ本業や。本業や ね。で会社員はなんで副業って呼ぶの。だから個人事業主じゃないからですよ。いやでも個人事業主やんか。えそれ事業副業っていうことは個人事業主やね。だから税金納めなあかんよ。だから申告せなあかんよ。もうあの会社員は勤めてますわね、うん、メインのところに例えば普通何それをメインにすんの。例えば朝8時から6時まで、まあ、残業だともっとなりますわね、うんうん、まあそれは今メインになりますわね。時間的にやろ。時間的にでも稼ぎがメインじゃない場合もあるかもわからんね。かもわからんね。そうやろ、うん、そういうふうになるんやったら副業じゃねえ本業やぞ。だからまあまあそうOK じゃあ行きましょう。いいですか。いいよ。あのねまずな、うん、副業って今に始まったこと昔はあかんかった。パナソニックでやったらあかんかった。そのいわゆる社員なんかね就業規則か。そうそうそう。の中であかんかった。あかんかった。あほんま、ええ、うん僕はまあちょっとあれですよね。副業しても飽きませんってこと。あかんだ。でもやってたよみんな。みんなやってへん。みんなやってへんもん。なんで規則があるから。嘘つけ。ほんまだよ。規則じゃあるからじゃやろ。もうしんどいからやろ。時間もないし、会社終わって家帰ったら夜8時ですと、うん、7時8時ですと、うん、それから何するんですかっていう話だったじゃん、うん、じゃあの、そうやろ、うん、でもじゃあ今ね、じゃあスマホとか、うん、インターネットスマホ含めて、うん、そういうものを活用して例えば電車の中とか、例えば、出勤時間ね、うん、出勤来た、出勤とか往復の時間ね、うん、それを活用して副業しましょうとか、うん、ね、あなた言ってるのは、うん、家帰ってパソコンを使って副業しましょうと、うん、そこは その辺の部分でしょ、言ってるの大きいのは。そう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 。でしょ、うん、もう俺らそれインターネットがない時代は俺毎日ずっと副業してたよ、俺会社で。例えば飲み屋。飲み屋のホスト。ホストクラブ、うん、俺会社に行きながら夜やっとったね。おだから、うん、会社を8時ぐらいまで仕事して、うん、11時とか10時とか11時12時ぐらいから朝までも仕事したって帰ってくる飲み屋で。おお朝7時ぐらいまで。なるほど。ほんでそのまた会社行って会社行ってさ、うん、会社寝ながら。いや寝ませんよ。体力あるやんその時1日2時間だったら30前後で、うん、その時はでも夜のホストクラブホスト行ってた時の水商売やったらよっぽど儲かったよ会社行く。なるほどなるほどって。だから昔もやってたよみんな。今に始まったことじゃないよそんなこと。まあ、私もあんまりあれですけどやってましたけど。やってたやろ。何で今にやって突然その禁止やからね。でまあちょっと今日の本題のところ行くと、はいはい、これね副業って言ってるのは要は、国もそう国ばかりだろうけど、うん、まあ会社の方な、うん、経団連含めて会社を経営してる方ね、うん、経営サイドからすると、うん、重みなんよ従業員を面倒を見るっていうこと自体が、うん、それだったらあなたがさっき言ってた終身雇用とか言ってたわけですよ昔はね、うん、
これはね、それだけ経済が右肩上がりでこう伸びていくわけですよ、あなたのパナソニックに。ダシャー売れる、ダシャー売れる、新しいものリリースすれば売れていくんやから、うんうんうん、ね、人をこれがずっと安定的にこういうふうに続いてるときはずっとこの人らのこの従業員の面倒を 見てあげようと。その代わりサラリーある程度薄くして、退職金のところを分厚くして、30年40年働いたらあなたたち報われますよっていう社畜にしたわけでしょ。そうでしょ。そうそうです。でそれが今経済がこう伸びにくいんですわ。もう伸びにくくて、これが横ばいなのかもしくは下降線なのかの時代に入ったと。ということは一生生涯従業員の面倒を 見たくないんやと思う、会社側からすると、経済のね、そういうことでしょ、はい、見たくないと、はい、だから勤務時間もっと削ってね、上げる、その代わり給料多少減らしますよと、あと足らん分は自分で補えよっていう都合のいいことを言ってるわけですよ、会社は。まあ都合がいいというか、まあ、そういう状況ですもんね。でしょ、うん、そういうことなんですよ。だからじゃあ今度会社員として、うん、今会社、これ見てると会社員として勤めされてるとね、うん、じゃあそれどうしたらいいかと、うん、いうふうになってくると、これからサラリーはもうそんな伸びることないんですよ、そもそもが、うん、でしょ、うん、でサラリーが伸びない、サラリーが伸びない上に将来的な部分もどうなるかもわからん、安定してないと思う、踏んだり蹴ったりや、だから事業しなさいよと自分で言ってるわけよ、リスク高すぎますと、うん、会社員でおるのがそもそもが、うん、っていう話でしょ。でこの副業の話に戻ると、うん、じゃあそれをきっかけにして副業を本業にしていいけども、うん、で会社員の会社勤めしとってもええと、うん、会社勤めをしとってもいいけども、収入は副業の方が上やというぐらいになっていかないといけない、うん、一方あるわけですよ。例えばインターネットを活用したビジネスじゃなくても、うん、ね、会社員で俺今不動産やってるでしょ、うん、ね、いろんな人とよく会うけど、うん、会社員とか公務員で勤めながら不動産の大家さんやってるのが一方あるわけですよ、うん、もともとの地主じゃなくてもね、うん、ご両親が、ね、自分でファイナンス組んで、うん、銀行から資金入れて、ね、不動産投資していって、うん、大家をしながら会社に勤めてる人もおるわけですよ、うんうん、逆に言ったら会社の月給35万か40万としても、それよりおあの不労所得の家賃収入の方が多い人もおるわけよ、結構、まあ、事業家がね、まあ副業という考え方ないから、まあ、今のサラリーマンにとってもね、うん、そういった違うことをすることによって、うん、副業というかね、うん、それも一つの事業として、うん、考えていかないといけない時代だと。いや、考えない、昔からそうよ、昔からそうやけど、もう会社は切りたがってると、うん、もう経営側はいつでも切れるようにしておきたいと、うんうん、人員調整はいつでもしたいと、うんね、それがだから非正規とか派遣とかから始まったわけや、もう15年かな、そこら辺ぐらい前から、うん、じゃとね。でも正社員なんていらんないやと思う、会社からしたら、うん、そんな面倒くさいし、うん、もうすぐ10分やけどね、はい、切るからええわけや今日ちょっと長編版やけど、長編版OK ですよ。だからまあまあ本当、うん、なんだ、もう本当に会社に頼れない、うん、会社に頼れない時代になっていくんでね、うん、そうだね、うん、だから副業で収入面だけじゃなしに一つなんか柱、うんうん、毎月のそのキャッシュフローを生み出すものを副業で作っていったらどうですかっていう話じゃないんちゃうんですか。そうですね、うん、そういうまあ時代ですね。でまあそのコロナによってまあ在宅で行けるしね、うん、効率的にその交通 その時間もね、うん、短縮できてるし、そういうチャンスがあるから、うん、そういうまあ新たに自分自身でねサラリーマンにとってもね、うん、そういった事業やっていかんといける時代やと思いますね。やらない逆にね、個人事業主もね今やってる事業がこうやばかったらどっかに勤めるかも分からへんしね、うん、そういう場合個人事業の事業やってるとか、その事業がちょっとうまくいきにくいからやめ、その事業を一時撤退してまた会社に戻る、戻ってならへんわ。いやちょっと戻ってる時間があるのかね。いや会社員に会社で勤めてるって時間もだやから、うん、そもそもまあでもどっかにこう所属しながらね、うんうん、そういうことも
あるかも分からへん、うん、まあな、うん、まあな、そうやな、うん、まとまれへんな、今日最後どうするかな、これ副業の話、副業でどうしてまとめないか、まとめなくてもいいんですよ、うん、まとめなくてもね、どう仕上げようかな、最後副業の話いや、要は自分のね、こう元を考えて時間あるんやから、もう自分の頭と自分の腕だけで一回稼いでみなさいよと、自分で、うん、でやったら分かるよ、うん、もうね、小遣い程度やったら多少はね、スマホ使ったり誰と使ったりできるか分からんけど、うん、ね、やっぱ毎月毎月に収益を上げるっていうキャッシュローを生み出す形って言ったら、ある程度資金を注入せんとあかんので、うん、でその時に会社員で今までキラキラにやってる人はね、資金はどうやって調達したらいいやとか、そっから始めないか、次のこれ次そっからなんでしょう、事業には資金がいるんで、それはどうせなあかんの、なるほど、うん、それ考えてないんやから、会社員は、はいはい、気楽ないから、なるほど、でしょ、はい、お金の苦労がつきまとうわけよ、経営は、そうでもまあ副業一つ最後のまとめとしたら、うん、申告してくださいよと、うん得たものは申告しなさいよ、税務署来ますよ、はいはい、そうですね、大変なこと、忘れた頃に税務署来ますよと、怖い、これから副業副業って世の中に出して、サラリーマンね、税金っていうのはサラリーマンから取るのが一番硬いわけですよ、所得税は、国は丸見えで、まあね、丸見えなんで、うん、ね、事業所から徴収すんねんから、うん、でしょ、で調整型変なことやると事業所は上げられてまうわけだから、だから事業所はある程度ちゃんとしますよと、はい、でも個人事業主でこれから副業してたら申告ちゃんとしないと、うん、ね、そんなやつばっかり増えてくると税務署も今まで個人なんで、うん、目にもかけてなかったけど少しずつ調査入ってくるよね、申告大事よね、え、申告大事よ、税金はきちっと払いましょう、社会保険払うんだけどな、はい、現金とか払ったんです、わかりました、はい、はい、じゃあ次は、はい、終わりましょうか、はい、続きます。